今回ですね、まあ、自動車保険にはいろんな特約があるんですけども、ファミリーバイク特約について、簡単にご説明します。まずですね、これは 125cc 以下のバイクで、一家に何台あっても大丈夫です。2台あっても3台あっても、それから年齢条件、これも関係ございません。ですから、非常にまあ、お得な特約というかですね。で、人身障害と付きにしとけばですね、もし転んで怪我したとかそういう場合に、有効になります。で、この特約のみ使う場合はですね、なんと自動車保険の保険料も上がらないですね。普通は自動車保険事故して、事故してしまったという時に、まあ、請求すると上がるんですけども、そういうもの上がらないというふうな特約がです。で、非常に、まあ、お得な特約かなと思います。次回はですね、奈良万葉法律事務所の高島先生を訪問する予定です。よろしくお願いいたします。